はい、的場たまこじの工房へようこそ。今回はまたね、ルアー作成なんですけど、なんかね、前回まあね、前回のやつここに置いてあるんですけどで、ちょっとね、まあ完全には終わってないんですけど、ちょっとこいつはこいつなりにちょっと保存して、で、こいつこのね、ビッグベイトを作った時に非常に難しかったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったんですよ、やりながらも。で、それでちょっと、まあ前回もちらっとね、動画の中でも話してますけど、今回羽物を作ってみようっていうところで、で、まずその羽物を作るっていうのと、それから今後ね、まこじるの中では材質を変えて、ほぼこれのこのビッグベイトのジョイント式で S 字カーブ目標にしたいと思います。で、その時にはちょっとこれね、材質をちょっと変えてあげないと浮力が高すぎてダメなんですよ。その時には浮力を抑えるためにはっていうところで、で、まあ考えとったら、硬い木を使えば浮力は多少なりとも減る、その代わり自重は重くなる。でもな、自重が重たい分で浮力も抑えられる分、今度はね、中に入れるウェイトが少なくて済むであろうっていうところをね、前提として、こちらの方のね、ビッグベイトに関しては今度はジョイントを式にして、中折れのねを今度はどこかのタイミングでチャレンジしたいなと思ってます。はい、途中報告でーす。このぐらい削り終わりました。長さ12センチで、ここはね、後でお目目貼ります。で、なぜかここね、お腹のエラ下のとここんなしてみました。意味わかんないです。はい、それでは、今から、もうね、本体の方は大体ね、ざっくりとした形で、今ちょっとウェイトとかをやりながら、で、跳ねつけてみたいなとかね、っていうところはちょっと今やってるんで、で、今からちょっとね、これ、この、ブームのね、愛とか、尻尾のところのおけつの部分とかが入ってるね、こういうのを今から、ちょっと作り方を、まこじ流でやってみたいと思います。またね、これ簡単にできるんで、で、使うのは、これです。ステンレスのワイヤー。まこじは今、1.2 ミリ使ってます。ビッグベイトなんでね、もっと太くてもいいんだけど、これでステンの 1.2 ミリ、これを買ってきてやってます。そしてこれをどれくらい、このぐらいかな、長さにしたら、まあね、このくらいの長さにするんで、大体4センチ、5センチなんで、まあ、5センチぐらいのところをこう上げて、で、まあ、こっち金属のこのとんがった目打ちみたいなやつを使ってます。ここね、テーパーかかってるんですよ。こうやってテーパーかかってるんで、太さは自分の加減でできると思うんでね。で、これと、あとペンチでやってます。で、まずね、切らずにここもいきますか。よいしょ。まずこれにちょっと太めのところにこの5センチ、こっち5、6センチ取ってね、ここをぐるっと締めます。そしたら、こっちこうやって反対側こうやってクロスしていくじゃないですか。だからクロスしたところをペンチで2本ここをつまみます。で、あとはこの位置を動かさないようにこの絞るようにして、雑巾絞るような形でねじっていきます。これで OK。 はい、これで3本
できました。じゃあこれを今からつけていきます。はい、それではね、今から穴を開けていきます。これを入れる穴ですよ。で、まずフロントどこら辺かな、この辺でいいか。はい、こんな感じでいきますよ。こんな感じね。フロントだけちょっと開いて深くしてみました。そしてあとは補欠、補欠もいきます。かわいい。はい、お尻。はい、こんな感じね。で、あとはエポキシのボンドを作って、この穴の中ずっとこう詰めてね、いって、で最後にこっちの方にもエポキシを塗ってこう入れて中で固めるっていうことをします。たら完全にカンカチコになってもう固定されます。はい、それでは今からウェイトをここに埋め込みたいと思います。一応ね、とりあえず今回はこれ1個だいたい 5g、 約 5g なんで 10g のウェイトをここに、たま2個はね、ここに埋め込みたいと思います。はい、こんな感じね。で、この穴を後でつないじゃいます。でね、この2個の玉が、これ2個ね、こうやって全然入らないんで、これをね、全体に少し大きくして、こんな感じで入れたいと思います。はい、今、まあ、ウェイト2個、ほじって、入れて、わざと顔出さした状態で今、ね、エポキシで接着してみました。でね、この後また最後仕上げて塗装したりとかしてね、やるんで、なんか、うん、ちょっとポコッとちょっと顔出しとったら可愛らしいかなっていうね、お腹ポコポコみたいわざとこんなにしてやってみました。で、これね、また乾くまで乾燥させます。これが時間かかるんですよ。だいたい6時間から8時間ぐらいかかりますね。なんで、また今日はこれでほぼほぼ終了になると思います。この乾きの時間がね、やばいです。はい、それじゃあ、一回またここで、また後ほどお目にかかりましょう。はいはいはい。やっと完成しましたよ。浜かじりの第2弾の羽物。はい。こんなんですよ。ついに羽物完成しました。で、まだね、塗装とかはまだしてないんで、まだ泳がせてみて、で、完全に OK になったら、塗装もしたいと思います。そして、この目玉くん。ね。この目玉くんも、その時につけたいと思います。で、完全にね、色塗って仕上げっていうことをしたいなと。で、今ね、こんな感じですよ。どうですか。ちょっと今回はね、漫画チックにしてみたいなというところで、はい、ここにでっかい目玉つけますよ。可愛らしいのでね、フロントは2番フックつけました。で、後ろは4番フック。これね。ここは4番フックですよ。
で、ブレードついてます。でね、ブレードもアピールになるかなというところと、このウェイト、わざとらしく出したやつ、わざとね、こうやってポコッと出した、顔出した状態につけてあるんで、これはそのまま見せた状態で作りたいなというふうに思ってます。はい、それでは今から今できたね、マコジのこの羽物、これの重さを測ってみたいと思います。じゃあ乗せます。結構重たいんですよ。長さは12センチあります。で、羽もここまで入れたらね、15センチぐらいあります。はい、フックも全部抜けてね、手のひらこんなサイズですよ。でっかいでしょ。2.05 オンス。これは今、オンスです。そして、グラムにすると、57.9 グラム。はい、これをちょっとテスト。実際に投げて、で、お風呂の中ではね、やったんですけど、距離短いんで、ね、パタパタと2、3回動いたらもう、終わっちゃうんで、ちょっとこれ、顔型行って投げて実調してみたいと思います。じゃあ行ってきます。あ、寒いです。今日は、今ね、今回、マコジーが作った羽物。名前はまだつけてません。でね、これのちょっとテストに来ました。で、今からね、テストしていきたいと思います。重さは約2オンスあるんで、マコジーの一番ハードなね、いつものパワークランクで、やってみたいと思います。ウェイトバランスが1個なんで、これは問題だぞ。これは使い物になりませんな。プロペラやんけ。はい、大失敗。難しいな、バランス。はい、再び修正してテスト来ましたよ。もっと上か。はい、今度は早巻き線とスローやとほぼほぼ動かんね。はいはいはい、もう少し浅くせんだよな。羽がだいぶ、羽をもっと上の位置につけたいね。これはで、姿勢がね、羽が本当にあそこやから、もっと上なんやな。で、結構早巻きに対応してパタパタくるね。冷たいんですけど、うわ、すげえ降ってきた。はい、見えますか。あ、なんかあそこぼっちゃんけや、羽取りやん、羽取りやん。マジか。何
安定して早巻きでパタパタするね。いい感じじゃね。それでよし、どうしようかな。おお、普通にフルキャストできるわ。パタ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 。うわー、すげえ風なってきた。わー。これでオッケーにしましょう。やばい、もうやばい、風が急にやばくなってきた。うわぁ、あどっこいしょ。これはまた一つ勉強になりましたね。こういうのが大事。こういうのの積み重ねなんやろな。よし、今この爆風の中3回目のテスト来ましたよ。なるほどね。よし、これで行こう。ほら、バッチャバチャくるや。ゆっくりでもパタパタパタ、なんかうにゃ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 ってくる。うにゃ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 う。よし、ほらこの波の上バチャバチャ振るや。めちゃめちゃバチャバチャ振るや。よし、これで OK にしましょう。